はい、酒好きなもので2代目、一度からです。今回は、宝酒造の樽熟成焼酎ハイボールのレモン味。今回はレモン味ですね。樽貯蔵熟成酒、20% 使用、アルコール度数 7%、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロです。果汁が 1%。原材料が焼酎とレモン果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。いろいろ入ってるな。前回の焼酎とカラメル色素しか入ってなかったけど。樽貯蔵熟成酒 20% 使用、括弧本製品に含まれる焼酎に対する使用比率。樽熟成焼酎をベースに強炭酸で仕上げた、深いコクと爽快な喉越しのレモンチューハイです。完璧。あ、うまい。うん。あ、うめえな、やっぱな。やっぱしうめえ。今日のつまみは、ピザポテト。やっぱりピザポテトだよな。まあ、ピザポテトはやっぱビールに合わせるのが一番うめえんだけど。ピザポテトはビールが一番うめえんだ。うん。でもやっぱり、これのレモン味も美味しいですね。ああ。いただきます。うん。最近暖かくなってきたんで、ビールもね。ビールも美味しい季節になってまいりましたよ。うん。あと、ジントニックとかね。宝酒造。宝酒造新しいの出してねえかな、なんか。特にないか。なんか新しいの、これ、クラフトチューハイ。ご当地の素材を特徴や個性が生きるよう丁寧に仕込んだ、一手間作りの地域限定クラフトチューハイだって。ああ、これ以前飲みましたね。小笠原島レモンってやつ。前飲んだ気するけど。高いやつね。あ、いろいろあるんだね。栃木。埼玉。三日日みかん。これ前飲んだよな。これやけに高いなと思ったけど。もう値段がね。東京都小笠原産島レモン果汁使用っていうやつね。まあ、ぶっちゃけただ単に高いだけだよ。どうせ、レモンの、産地なんてのどうでもいい。レモンの産地なんてさ、ぶっちゃけどうでもいい人間だからさ。気にしたことないよね。
普通にアメリカ産のレモンでもいいよ、普通に。日本産じゃなくてもいい。うわ、でもやっぱ高いな、宝の缶チューハイね。宝酒造のオンラインショップで買うと高いっすね。これはあんまり、甘くない。糖類入ってるんだけど、あんまり甘くないよね。甘くなくて、基本的に飲みやすい。やっぱこの甘くなさがあれなんだろうな。うん。糖類入ってるんだけど、ほとんど甘くないもんね。うん。まあやっぱり宝缶チューハイよか甘くないですよ。宝の缶チューハイ。レモン。に比べると、甘くないよね、こっちの方がね。うん。久しぶりに宝缶チューハイも飲みてえな。うまいなぁ。でも、宝缶チューハイもうまいんだよな。やっぱり、うん。個人的にチューハイの中で一番うめえって、宝缶チューハイあたりになるよね。俺が多分億万長者だったら毎日宝缶チューハイ、レベルのああいうのを飲むね。うん。うん。だって、チューハイで多分一番うめってなると、宝缶チューハイか、もしくはまあ、チューハイでしょ？チューハイだともう宝缶チューハイ、もう全種類買うんじゃない？宝缶チューハイのグレープフルーツ味とライム味とプレーン味。特にこのレアなプレーン味がね、これうめえんだ、これが。これがうめえのよ。このプレーン味っていう、ほぼどこにも売ってないっていう、超激レアの、ね。プレーン味と、これも飲みたいですね。俺前飲んだんだったっけ？すげえうまかったんだよね。このプレーン味。宝缶チューハイのこのプレーン味が恐ろしくうまい。とんでもないうまさを誇るからね。ああ。プレイヤー。これがすげえうめんだ、これが。アルコール度数は 8%。これ Amazon で売ってますね。アマゾンで24本入り、250cc のやつが24本入りで、3888円。うん。1本あたり162円という高め。しかもこれ250cc の缶内ですから売ってないんだよね、これね。ライム味もそうだけど。これ恐ろしくうまいっすよね。
これほどうまいチューハイってなかなかない。うん。間違いなく。個人的には、あ、でもどれもうまいか。缶チューハイのレモンも美味しいし、プレーンも美味しいし。ただドライってやつはあんまり美味しくなかった気がするけど。グレープフルーツも、ライムも、プレーンも全部飲んだけど。やっぱ個人的にプレーン味が一番うめえなって。焼酎と炭酸との味しかほぼしないんで。なんだけど、その、焼酎の甘さ？うん。焼酎の独特の甘さ、うまさ、あたりがもう、めっちゃ、がっつり出てんだよね。お、チーズだらけ。おー、うまい。だからさ、もう焼酎のうまみなんだよね。だから缶チューハイは。うん。確かにこれも美味しいんだけど、こんなのレベル、これのレベルを超えた、焼酎のうまみが、タカラの缶チューハイには秘められてるってことですね。うん。間違いなくね。うん。焼酎の、濃さが違うんだよね。濃さっていうか、その質っていうか、その、あれだよね。質が全然ちゃう。濃さ、焼酎の濃さっつうか、その質みたいな感じだよね。なんかね。そういった、類なんだけど。明らかにちゃうよね。明らかにちゃうよな。で、焼酎ハイボールの、レモンとかも非常に美味しいんですけど、やっぱり、缶チューハイレモンには絶対的にかなわない、うまさが、焼酎の濃さが全然ちゃうんだよな。焼酎の、やっぱり、濃さが、全然ちゃうんで。でも確かに安価で買える中だと、焼酎ハイボールレモンはうめえんだけど。ただ、缶チューハイの、レモンは、ねえ、缶チューハイのドライも、プレーンか。プレーンもそうだけど。値段がやっぱ高いだけあって、2倍近くするからさ。1.8 倍ぐらいするんだよね。缶チューハイのレモンってね。189円とか。アマゾンだと、1本あたり189円しますから。そう考えるとさ。全然やっぱり。全然値段が違うんだけど、味もまた当たり前のごとく違うんで、美味しいっすよね。ただ、カーから缶チューハイのプレーンと、ライムとグレープフルーツ、この3つは売ってるところが実に多分普通の酒屋で見たことない。インターネットショッピングでしか売ってないんじゃないかって。感覚ね。
だから缶チューハイのプレーンは本当に美味しいよな。冗談抜きで、うおーって、うめーってなったもん。うん。値段が 250cc で160円。タルチョゾ熟成酒を使用したプレミアムチューハイ。1984年発売の日本初の元祖缶入りチューハイ。ちょっと今気になったんですけど、今タカラのサイト見ててちょっと気になったんだけど、あのタカラ缶チューハイのレモンとかその他もろもろは11種類のタルチョゾ熟成酒を使用したプレミアムチューハイって書いてあるんですけど、なぜかプレーン味だけタルチョゾ熟成酒を使用したプレミアムチューハイって書いてあるんですよ。ということは11種類使ってないんじゃない？プレーン味だけなぜか11種類使ってない？ということでね、まあ当たり前なんですけど、僕今21時43分ですからね。まあしかも日曜だし、ね、これ今度あの電話して聞いてみましょう。うん。これ今度聞いてみましょう。明日あたり聞いてみようかな。うん。これやっぱり違ってくるんだろうな。おそらく。多分やっぱ違うんだろうね。ということで、今日は15日と。コク。うん。うん。甘み。香り。3235です。ご視聴ありがとうございました。